どうも、なめこです。クルーズエンジョイ中のうぷ主、高松港を出港し、台風から逃げるぜ。それでは、ゆっくりしていってね。おはようございます。クルーズ旅行4日目の朝がやってきました。現在は香川県の高松港に寄港しているぜ。先ほど船長から船内放送がありましたが、現在時刻は6時50分。もう間もなく出港するようです。本来は今日の夕方に出港予定だったけど、台風接近を回避するため、予定変更で早々に出港、瀬戸内海を通って九州に逃げるぜ。とりあえず出港の様子を見に行きましょう。いつものようにパームコートを通って船首デッキに出ます。うぷ主が指をやっちゃったところだな。もうそれ蒸し返すのやめてください。映像見るだけで気分だだ下がりなんですよ。ちょうどタグボートが2台体制で引っ張ってますね。タグボートは船舶や水上構造物を押したり引いたりするための船で、サイズや用途も様々です。押すときは自身の船体を輸送対象に直に接触させるので、船体の外周には防炎物としてフルタイヤや樹脂などの緩衝材で保護してあります。うぷ主の大切なアスカツー、傷つけるんじゃないぜ。自身よりはるかに大きく重い他船を動かす必要があるため、自身の船体サイズには不相応な強力なエンジンを搭載しています。トルク重視の低速型セッティングだぜ。小さな船体に旋回性や機動性、定点保持等が求められるため、推進機も特殊で、プロペラが水平方向に360度回転するそうな。出港の汽笛が鳴りました。なおこの汽笛を記録したかったので、前日にフロントで汽笛を鳴らすのか確認しましたが、朝早い出港で近隣の迷惑になるので、汽笛は鳴らさないとの回答でした。でもなぜかいきなり鳴ったので、うぷ主めっちゃビビりました。まあ出遅れたけど記録できてよかったじゃないか。岸壁には数名、朝早いのに見送りに来てくれていますね。見送りサンキューだぜ。左舷側ではタグボートがめっちゃ頑張ってくれてます。左舷前方を押し、左舷後方を引っ張ることで、時計回りに船首を回答するようです。引っ張るロープ、当然耐えられるんだろうけど、万が一途中でブチッとちぎれて、人に当たったらと考えるとゾッとするぜ。現場猫案件ですね。回答完了。速力を上げて高松港を離れます。高松。あんまり観光してないけど楽しかったぜ。またなめ汁で来るぜ。
こちらが選手デッキに設置してたタイムラプス。さてさて出航も見届けたので、朝ごはんにしましょう。現在時刻は8時、1時間ほどで遅れました。瀬戸内海の海図でしょうか？アスカプラザに大きく張り出されていました。これから1日かけて瀬戸内海を横断するぜ。1時間遅れての入店なのでさすがに窓側は満席でした。こちらが本日のは朝食。やはりセットメニューは素晴らしいです。いろんな料理がちょっとずつ綺麗に盛られ、見た目も満足、味も大満足なのです。なおいつものようにレストラン中央にはフルーツやサラダのビュッフェコーナーがあり、これはクルーズ中すべて同じ内容でした。内容はこんな感じ。メインの焼き物、ホッケ開き干し、九条ネギ入りだし巻き卵。右から、ほうれん草と揚げの煮浸し、桜エビの浮き漬け。味付けえのき、おろし大根。煮物、里芋鶏そぼろあんかけ。野沢菜漬け、梅干し、青さと豆腐の味噌汁。朝から体にいい、デトックスされるかのようなメニューだぜ。もちろんこれだけでは物足りないので、食べ終わったら11デッキ、リドガーデンへ移動。今回はリドグリルでオーダーメニューを試してみます。昼はハンバーガーやピザが注文できるところか。朝はご覧の通り、フレンチトースト、クレープ、パンケーキがオーダー可能です。どれにしようか。悩むぜ。あ、すべてオーダーする豆乳まっしぐらセットももちろん可能です。朝からどんだけカロリー摂取すんだよ。この時はフレンチトーストにしました。うまそう。生クリームやベリーソース、蜂蜜も盛られてて、実にハイカロリー。血糖値爆上げ待ったなしです。その分甘くて美味しく、一瞬でペロリでした。続いて会場をビスタラウンジに移し、本日のオリジナルスムージーをいただきます。アボカドのスムージーとのことで、よくわかりませんが甘くて冷たかったです。最後に紅茶を飲んでフィニッシュ。朝から実に優雅なひとときでした。さてさてこの後は参加したいイベントがなかったので、部屋でゴロゴロしたり周囲を徘徊してました。ふと10デッキで見つけたのが、この床の模様。矢印の模様が皆一方を向いており、これは選手側を示しているっぽいです。ほほう、これはわかりやすいな。たまに方向を見失うし助かるぜ。ウプ主の9階もそうだったっけ？いえ、こちらが9階で模様が違います。またこの模様だけではどっちが選手側かはわからないですね。画面的には後方が選手です。他の階の模様は確認し損ねたけど、なんで10階みたいにしないんだろうな。あと視聴者さんの中でクルーズ参加予定の方がいたら、ぜひ事前に準備しておいてもらいたいのが、マグネット式の目印アイテム。
クルーズ船って何部屋もずらっと並ぶので、油断してたら自分の部屋、通り過ぎちゃうんですよ。なので自室のドアに磁石系の目立つ表示やアイテムを、貼っておくとわかりやすいのです。ウプ主もナメコの何かしらを準備するつもりが、台風接近騒動ですっかり忘れてました。代わりに後日紹介するカジノでゲットした、ミニテディベアを貼り付けてました。これも背中に磁石が埋め込まれてる、それ用のアイテムだぜ。ただし高価なものや思い入れのある品は、パクられる可能性もあるのでやめておきましょう。アスカ2に乗る客層で盗難事件。なさそうだけどないとは言えないぜ。今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。